はいそれではホワイトボードを移される方は移していただければと思いますはいそれでは第二節ですね貨幣供給量の理解こちらの内容に入っていきたいと思いますこの節においては四角囲みでいくつか公式が出てきているかと思いますこの式をしっかり理解していただくとともに覚えていただくこちらが重要になってきます それからですねいろいろ耳慣れない言葉が出てくるかと思いますのでこの新しい言葉の意味こちらの方に特にですね重要となる言葉を書かせていただきましたのでこの言葉についてもしっかり理解していただければと思いますそれでは括弧1からいきましょう括弧1のところ四角囲みの式載っているかと思いますがこちらについては先ほど大節のところで説明をさせていただいたかと思います 名目貨幣供給量そして実質貨幣供給量これについては先ほども説明させていただきましたので確認としてこちらの方を読みいただければ結構かと思いますそして過去にですね貨幣供給量の式となっておりますがこのマネーサプライに関する式こちらが特に重要になりますマネーサプライ今ではマネーストックというふうに言うことが一般的になりますがこれはどういうふうに求められるかといいますと ハイパワードマネーというものがありますこれに可閉乗数というものをかけて求められますよこちらの式まず特に一番重要な式ですのでこちらの式をしっかりまず覚えていただくのが重要かと思いますで可閉乗数乗数というのは第二章の方で先ほど学習しましたがまあそれと同じようにですね乗数効果が働きますよというのを後ほど説明をしていきます ママネネーーストックマネーサプライ、まあ、これ大体同じような意味と捉えていただければ結構なんですがもともとはマネーサプライこういうふうに言っていたんですね。でただですね海外の方でマネーサプライサプライというのはもともと英語で言うと供給という意味ですからマネーサプライと言っていたんですがこれをマネーストックというようにしましょう、まあ、こういうふうに変わったんですね。でそれに合わせて日本でもマネーストックと言いましょう。 まあこういうふうに言い方が変わったんですけれどもまあ同じような意味だこういういいに考えていただければ結構ですでこれは先ほども申し上げましたがハイパワードマネーこれに貨幣常数というものをかけて求めるんですがじゃあハイパワードマネーって何なのかというのがここののの下の3のととろにあるかと思いますで2つ式が載っておりますが厳密な定義式としては上の方。 そして試験対策上は下の方で出ますよということですので、まあ、下の方こちらを覚えていただければ重要なじ、まあ、十分なんですけれども上の方の定義式の方ちょっと説明をしていきますと日本銀行券発行高それと貨幣の流通高これに日銀当座預金これを足したものこれがハイパワードマネーになっているかと思います。じゃあ日日本本銀銀行行行券券発行高って何なのかとというと、まあ日本銀行券 皆さん使ってますよね例えば一万円札見ていただきますとちゃんと見ていただくと日本銀行券と書いてありますよねつまり「日本銀行券というのは皆さんが一般的に使っていらっしゃるお札のことこういうふうに考えていただければ結構です。まあ、つまり千札五千札一万円札そして最近使われることはあまり多くないですけれども二千札と、まあ、こうしたものが日本銀行券ということになります。 で真ん中にある貨幣流通高の貨幣というのは1円玉から500円玉までのコインになっているものこれを貨幣と言います。ということはこの日本銀行券と貨幣を合わせればですね要するに市中に出回っている現金なんだなこういうふうに考えることができます。でこれに日銀当座預金これを足したものがハイパワードマネーになります。じゃ日銀当座預金って何だろうということなんですが。 これがちょうど次の括弧4のところですかね日本銀行当座預金ということで説明が載っておりますで、この当座預金というのは財務会計のところでも学習しますが利子がつかないんですね無利子になりますで、出し入れが自由こうした口座が当座預金なんですが日本銀行に口座を持つことができるのは我々一般人は持つことができないんですね日本銀行に口座を持つことができるのは金融機関だけですので まあ金融機関さんが保有しているということになります。ですから金融機関が日銀に預けているお金とこういうふうにイメージしていただければ結構です。えそしてこの括弧のところ文章を読んでいただきますと三つ役割がありますよとありますがこの三つの役割につきましては赤字のところを中心に抑えていただければ結構かと思います。でこの赤字の三つのポイントまあこれを理解するためにですね意外と銀行さん というのは手元にお金がなかったりすするんですね例えばは我々お金皆さん預けたりしていると思いますではそのお金まるまる銀行にあるかというと実はそうではないんですね例えば他の企業さんに貸したりしますでそれ以外に後で説明しますが準備預金制度こうしたものもありますで日本銀行の当座預金ここに預けておりますので手元には意外とお金少なかったりします とということはです、ね、例えばこの銀行ちょっと潰れそうだなということで、まあ、皆さんがこう不安に思って一斉に銀行からお金を引き出そうとすると潰れてしまうようよな可能性もあったりすするんですねで実際昔明治時代とかですとそういうことがあったそうなんですが、まあ、歴史とかで学習しますが今はそういうことは基本的には考えられないことになってます。でなんで考えられないか というと、それを防ぐ制度が存在しているか、こういうふうに言います。で、それを防ぐ制度が、この括弧コ5のところにあります、準備預金制度というものになります。で、この準備預金制度については、テキストの方詳しくはこちらの方に書いてありますが、簡単に申し上げますと、一定の比率以上、この日銀当座預金というのに必ず預けてください。こうした義務が金融機関にありますよ。 とといいうのが準備預金制度でこの一定の比率のことを支払い準備率というこれも合わせて押さえていただければと思いますですから例えばこの支払い準備率10%としますと100万円私が預けたとします金融機関さんにそうするとそのうち10万円は必ずここの日銀当座預金に預けてください、まあ、こうした決まりがこの準備預金制度と考えていただければと思います でこうした制度があるために必ず日銀当座預金ある一定のお金がありますので簡単には潰れない取り付け騒ぎとかがまあ今はないと思いますけれどもあったとしても大丈夫なような制度になってますよまあこういうふうに考えていただければ結構ですで続いてが「括弧6」ですね「量的緩和制度」これについても意味のところ文章をお読みいただければ十分かなと思います量的緩和政策というのはですね これは名目貨幣供給量これを増やす政策なんだなこういうふうに考えていただければ結構です名目貨幣供給量先ほど学習しましたこれを増やす政策これを量的緩和政策量的に緩和する政策こういうふうに考えていただければ結構ですそして二の方実際の実施例ということで2013年4月の例が載っております2013年4月どうでしょう何か思い出しますかね こちらの文章を読んでいただいてあ、そういえばこんなことがあったなというふうにピンときた方いらっしゃるでしょうか確か流行語対象,か何対象だったかどうかちょっと記憶があやふやですけれども確か流行語にノミネートはされていたと思うんですがアベノミクスってありましたよねまあ、要するにこの2013年4月のこの例というのはアベノミクスのことを書いてあるんだなこういうふうに考えていただければ十分かと思います そして次の括弧7はコール市場ですねこれちょっと読みましょうかコール市場とは名前の由来つまり呼べば直ちに戻ってくる資金これが示すように民間金融機関が短期的な手元資金の余剰約束を調整するための市場であるというふうに書いてありますで、まあ、コールというのは呼ぶという意味ですがこれ金融機関同士がですねお金を貸し借りする先ほど申し上げましたようにあんまり金融機関手元にお金がありません ですから何らかの事情で例えば多くのお金が必要になった時にはあ他の金融機関さんと融通し合ったりするんですねでこうした市場のことをコール市場というんだなとこういうふうに捉えていただければ結構ですそしてこの文章の最後のところですかねちょうど赤字で書いてありますが無担保で翌日返済の資金を貸し借りする利率を無担保コールレートオーバーナイトものというふうに言ったりもしますよと書いてあります。 で昔はですねこの無担保コールレートこれを日銀は指標としてましてこれを調整するということが金融政策の目標でしたで昔はそうだったんですが今はですねマネタリーベースこれを調整するということになってます今はマネタリーベースこちらについて調整するんだなこういうふうに押さえていただければ結構です でマネタリーベース、今初めてお話しまし,たかしたかと思いますが、まあ、マネタリーベースって要するにハイパワードマネーのこと、こういうふうに考えていただければ結構ですので、まあ、ハイパワードマネー、つまりこの部分ですね、この部分を調整していますよということに変わってますよ、ここだけ覚えていただければ十分かなと思います。で今、いろいろ用語を説明しましたが、次の8番の信用創造。 でここの理解のために今までいろいろな用語を説明してきたと思っていただければ結構です。で「信用創造」まあ、これについての説明についてはテキストの方に「信用創造のイメージ」という図ですかね、まあ、図が載っているかと思います。で「信用創造」の具体例として文章が載っていますがこの文章の説明がこの図になっておりますので。 テキストの方、こちらの図を元に説明をしていきたいと思います。先ほどハイパワードマネ説明しました。そしてマネーストックこれはハイパワーのマネに貨幣乗数というものをかけて求めますというお話をしましたが、まあ結構不思議ですよね。市場に出回っている現金、そして日銀投在預金これを足したものに掛け算する、つまり乗数効果があって マネーストックというものがあるなんでこのようになっているのかというのの説明がこちらの内容ということになりますまず具体例の最初のスタート A さんが B 銀行に100万円の預金をしたと書いてあります100万円預金をしたんだなまずここ一番重要ですのでここ覚えてくださいこの100万円という数字を覚えてくださいで、この100万円という数字を100万円という現金をですね これを銀行さん、え、B 銀行になってますが、B 銀行に預けました。で、B 銀行に預けたんですが、まあ B 銀行さん、まあ実際にはお金を企業さんに貸して、そして利子を取って儲けるのが銀行さんですよね。ですからこの100万円というのを他のどこかの会社さん、え、何になってますかね、X 商事というものに貸します。ただ100万円そのまま貸すということはできない仕組みになってます。 それが先ほど学習しました準備預金制度ですよねで仮にこの支払い準備率が10%だとしましょうそうすると先ほどちょっとお話をしましたが100万円 A さんが預けたらそのうち10%の10万円というのは日銀に預けなければいけないということになってますそれが図で表されてますね日銀の方に10万円矢印がいってると思いますそうすると残金の90万円 実際ににはいいろろな各社にお金を貸したりする個人だろうが企業だろうがどちらでもいいんですけれども個人や企業にお金を貸したりするんですがイメージしやすいように今は一つの会社さん X 商事さんにこの90万円というものを貸したとします。でこの90万円について X 商事さんは Y 物産に支払うこのために一旦銀行に預けておこうということで C 銀行に今度は預けましたよというのが矢印で載っていると。 思いますでまたこの C 銀行さん手元に90万円預けられましたがそれをまた他の会社さんに貸したいわけですそうすると90万円のうち9万円は日本銀行に預けて残りは81万円ですかね81万円を別の Z 商事というところに貸し出しております。 でまた Z 商事さんは今度はまた別の D 銀行になってますかね D 銀行に預け入れてとまあこれをやっていくと永遠に続きますのでこの辺でやめますがこのような形で何度も繰り返していると最初に預けたお金は100万円でしたよねここを覚えてくださいというお話をしましたで100万円だったんですがもっと大きなお金が動いてるなということがこの図の説明でお分かりいただけるかと思いますですからハイパワードマネーの 何倍ものお金が実際には動いてますよというのがこちらの貨幣供給量の考え方なんだなというふうにまずご理解いただければと思います。そしててですかから実際の預金総額ってどうなるかと言いますと先ほど100万円預けたお金は100万円でしたがこれに支払い準備率で割ったものこれが実際の預金の総額。 こういうふうになるこのように考えていただければ結構ですまあこちらの式数学が得意な方はこちらの式実際に導けると思うんですがまあこの式を覚えていただく方がいいかと思います今回のケースでいうと初めに預金した金額を覚えてください100万円ですってお話をしましたで、支払い準備率は10%でしたから0.1で割りますとそうすると1000万円ですね実際には預金総額が1000万円とかなり大きい額になるよということに なります。え、そうすると、え、丸三の方に信用創造された預金額の算出と。ありますが、え、これも四角囲みで式があります。え、信用され、信用創造された預金額というのは、預金総額から初めに。預金した金額を引いてください。え、このように書いてあります。つまり、預金総額一千万円。で、初めに預けた金額は百万円。ま今回の例ですけれども。となっておりますので。これを引き算した九百万円。 というのは信用創造つまり銀行というものは信用があるこれによって900万円というのが生み出されましたよねというのがこちらの考え方というふうになりますですからこの信用創造された額を聞かれている時は初めに預金された額は関係ないですねこれは引かなければいけないこれもしっかり出題されたこともありますので覚えていただければと思いますでここまでの内容 これを踏まえて可閉乗数今度は四角2のところに行きますが四角2のところ可閉乗数どのように求められるかということで最初のところ四角組の式こちらここに書きましたがマネーサプライこれをハイパワードマネーで割ると求められますよとありますこれ最初の括弧2のところで出てきました先ほどはマネーサプライは可閉乗数とハイパワードマネーかけたものですよというお話をしました これを変形すると、こちらの式になるはずですよね。ですから、これは式を変形したものと、こういうふうに考えていただければ結構です。で、これを変形しますと、テキストでは下の方に書いてありますが、この式に変形できるかと思います。現金預金比率プラス支払い準備率分の現金預金比率足すことの1と、こういうふうに変形することができます。 でこの変形方法というのはテキストの方にも載っておりますしここにも書いておきましたマネーサプライというのは C プラス D この C と D というのはテキストの方に書いてあるかと思います現金とそれから預金を足したものそしてハイパードマネーこれは先ほど説明させて,おりさせていただいておりますが C プラス R とこういうふうに変形してそしてそれぞれを預金つまり D で割ると 全部に分母の D をつけければいいわけですねでこれって結局 D D 分の d は1ですで d 分の c というのは現金と預金の比率ということですから現金預金比率というふうに言いますで d 分の r というのは先ほど学習しましたこれですね支払い準備率というふうになるのでこういうふうにまあ変形できますよと変形方法ご理解いただく方法もありますが。 ここれははもうのの式を覚えていただい,た方がいいのではないいいたただ方がでななかと思いまあもちろん変形方法をしっかり理解していただくということも重要かと思いますのでどちらの方法でも構いませんが結局この可変乗数変形するとこういうふうになりますよ。この式を覚えていただくとですね例えばテキストの方にあります可変乗数例えば3.57と与えられていれば。 100万円ハイパワードマネーだったら357万円分になりますよねこれがマネーストックになりますよねこういうふうに貨幣乗数って使えるつまり乗数効果があると求められることになりますこのようにハイパワードマネーこれに貨幣乗数をかければそうするとマネーストックマネーサプライが求められる貨幣供給量が求められるわけですということは 最初にあったハイパワーードマネーというのは、まあ、ベースマネーとかマネタリーベースというこれもテキストに書いてありますが、まあ、ベースになるということで信用創造の源になるんだなえこういうふうに結論付けられますよということがここまでの言いたい内容なんだなというふうにまずこうまとめて理解していただければ結構かと思います。えここまででが四角1とののの内容で四角3のワルラスの法則 こちらの方最初のところで少し説明をさせていただいたかと思いますが文章の方定義の方はちょっと難しめの文章になっておりますのでお読みいただくとしまして簡単に言うと表裏一体の状況になっている表裏一体ですよ片方が分かればもう片方も分かりますよというのがワルラスの法則だと考えていただければ結構です。つまり資産市場というのはお話をしたかと思います。 で例えば表裏一体ですので貨幣市場、まあ、シーソーのようなイメージですねこちらが超過需要だったら債券市場は超過供給ですよね、まあ、その逆も言えますよね、まあ、こういうふうにシーソーのような関係で表裏一体ですよあるいはこちらの方にちょっと体制表みたいなものを書かせて頂い,いたんですが例えば この右上側こっちが資産市場と考えてこっちが債券市場あ資産市場じゃないですね貨幣市場と考えていただいて左下の方が債券市場と考えていただきますとこれも表裏一体ですよね。今資産市場側というで右上半分が分かっていればこれ左下の半分どうでしょう皆さん埋めることできますよね。例えば えここ A 対 B で A が勝ってるのであれば A 対 BB は負けたと言えますからここは絶対バツになりますよね、えー、そうやって同様に考えていただきますと、まあ、A 対 CA が負けということは C の勝ちですからこれ丸になるはずです、まあ、同様に埋めていただきますと、えー、こうなりますかね、えー、このような形になるかと思います、まあ、つまりどどこででもいいんですけど こことここというのは同じことを表しているわけですよね。と市場表裏一体の関係ですよというのが成り立つときにワルラスの法則が成り立つとこのような言い方をすると考えていただければ結構です。さてこれで第2節の内容終わりですがこのワルラスの法則これを使った問題として平成25年度の第6問 これちょうど、えー、ワルラスの法則と書いてあるところの左側に、えー、タグがつけてあると思うんですが、この問題、先ほどの第1節の内容、まあ、こちらの方がポイントになるんですけれども、第1節と第2節の内容のま,まとめという形で取り組んでいただければと思います。で、ホワイトボードのこちら側にしましょうか、こちら側の方で、後で画面切り替えて解説をしていきますので、この後のところ、解説、 やっていきますから問題を解いていただいてからこの後お聞きいただければと思いますそれでは一旦画面を切り替えさせていただきますホワイトボードされる方は写してくださいはいそれでは平成25年度第6問の解説を行っていきたいと思います皆さんどうでしょう解いていただけましたでしょうかで少し難しいな 解けななかったなという方こちらの方でこれから解説をしていきますが丸1から丸4までこれ空欄にしてありますでこれが解くためのヒントにもなっておりますのでちょうどホワイトボードで先ほど第1節のところで書かせていただいた内容と同じような形の内容ですのでどういう言葉が浮かぶかなこれを考えながらちょっともう一度チャレンジしていただくこれも一つの勉強方法学習方法かと思います。 それではこの後解説をしていきたいと思いますがどのような問題になっているかといいますと冒頭のところを読んでいきますと資産は貨幣と債権この2つから構成されていて貨幣に利子はつかないと想定するとありますそして最後のところで先ほど学習しました資産市場ではワルラスの法則ワルラス法則が成立しているものとするとあります先ほどこちら学習しますよねこの考え方 これをもとに1 2それぞれ2択になっておりますがどっちが正しいのかこれを考えていただく問題です。でこの問題最初のところ3行目のところですかね貨幣供給量を増加させた場合とありますのでスタートとしては貨幣市場貨幣供給量が増えた場合ですこの場合に超過するのは 需要側側かか供給側か、まあ、つまり貨幣市場は超過需要になるのか超過供給になるのか、まあ、これは供給量を増やしているわけですから、まあ、超過するのは当然供給ですよねですからここは超過供給ということになります。そして貨幣市場が超過供給ということは 再建市場はどうなっているのかというとこれが先ほど学習しましたワルラスの法則ワルラス法則により貨幣市場が超過供給であればこのシーソーの考え方ですねこちらが超過供給ですので債券市場の方は反対つまり超過需要であることがわかるということになります。ですから2に入るのは超過需要です。 で債券市場が超過需要だと債券の価格どうなるでしょうか。上がるのか下がるのか。需要が多いわけですよね。需要が多いということは、これ第一章のところで学習しましたよね。欲しい人が多い、欲しい人がいっぱいいると価格は上がるということになります。ですから債券価格は上昇するということになります。 債券価格が上昇するとこの丸四番ここは先ほど貨幣の保有投機これ学習しました的動機ということを学習したかと思うんですが債券投資をするときに債券投資のために今はお金として持っておくのかそれともそのお金を使って債券を購入していくのかこれどっちにしようかな、まあ、こういったことを考えるというお話をしました。で価格がが今上がっているわけです 価格が上がっているものということを買う高いものをあまり買いたくないですよねできれば安く買いたいということは値段が高いのでま今はちょっと買わないでおこうかなこういうふうに考えるということになりますつまりまだ現金で持っておこうと考えるですから現金保有ですね 債券価格が高いので今は現金で持っておこう債券買うのはやめとこうとこのように考えるというのがこちらの流れということになります。で、これを文章の方で正誤判定をしていくとどうなのかと言いますと、かっ1のところ債券市場では超過需要が発生しとなっているのは A そして B の方が超過供給が発生しとなっておりますが債券市場、こちらですね超過需要が発生して債券価格が上昇する。 ということですから、A の方が正しいですね。超過需要が発生し、債券価格が上昇することで利子率が低下すると。まずは、カッ1の方が A であることがわかります。そして、括弧2、この利子率の変化によって、債券から貨幣への需要シフトが起こりと書いてあるのが C。D の方は反対ですね。貨幣から債券への需要シフトが起こりとあります。これどちらでしょうか。これはこの部分ですね。 債券価格が上昇した結果今はお金として持っておこうつまり債券ではなく貨幣で持っておこうということですから貨幣への需要シフトが起こっている。ということは C で言っている方が正しいですかね債券から貨幣への需要シフトが起こる貨幣現金で持っておこう現金保有をしておこうと考えますので C が正しいということになります。と考えますと A と C が正しいので回答群で見ていきますと A が正解。 ということがわかりますこのような考え方でこうしたワルラスの法則を使っていくどうでしょう第2節の内容を使った問題、まあ、第1節と第2節の内容ですかねこれを使った問題として平成25年度のの第6問こちらの解説をさせていたただきましたそれでは今度は第3節これがこの第3章の一番重要なポイントつまり LM 曲線こちらについて扱っていきますがこちらはまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思います。 はい、それでは第3節になります第節は LM 曲線の導出ということになります。えー、本節、試、え、算、ー、資資すねこちらにおいてはこの LM 曲線の導出これをしっかり理解することが一番のポイントといえます。そして第2章で IS 曲線の導出これやってきました。これと同様にですね LM 曲線についても3ステップこれをしっかり理解をしていくということが重要になります。でこの3ステップ LM 曲線においては取引需要そして貨幣需要曲線これをもとに最終的に LM 曲線を導出しているということになりますではこの LM 曲線とは何なのかといいますとテキスト一番最初のところですかね LM 曲線の定義というところにありますがここはちょっと赤字で書いてありますが読んでいきましょう LM 曲線とは貨幣市場を均衡させる国民所得と利子率 こちらの組み合わせの集合であるとあります。つまりこの LM 曲線、縦軸が R 利子率になっておりまして、横軸が Y 国民所得となっています。この均衡する組み合わせの集合、これが LM 曲線なんだな。そしてこの後のところにテキスト書いてありますが、最終的には結論としては右上がりの曲線になります。で、なぜ右上がりの曲線になるのかというのを これから3ステップで理解をしていただくという流れになります。で、この LM 曲線ですけれども、まずはですから、最初ですね、取引需要、ここから進めていきましょう。これは、先ほど学習しましたよね、取引需要というのは、取引動機、そして予備的動機、これを合わせたものでした。で、それぞれ、国民所得が増えれば、 予備的動機も取引動機も増えるだから取引需要は増えますよねこういうお話でしたということは国民所得が増えた結果取引需要が増えるということになりますつまり国民所得これが増えた結果取引需要は増えますよとこのような流れになります まずこれが最初のステップになりますですから IS 曲線のところこちらでは最終的なのゴールが国民所得でしたよね利子率が変化した結果国民所得がどうなりますかというのが IS 曲線の投資のところでやりましたが今度は国民所得ここがスタートです国民所得が増えた結果取引需要は増えますよ、まあ、逆を言えば国民所得が減れば取引需要は減りますよね これがまずファーストステップそして次のステップが貨幣需要曲線ですえこれも先ほど学習をいたしましたえまずは名目貨幣供給量これは日銀がコントロールしますから一定つまり利子率にかかわらず垂直になる一定になりますよということでしたで先ほど取引需要が増えましたよね国民所得が増えた結果取引需要が増えました で取引需要が増えるとどうなるかというと、ちょうど取引需要が増えた分だけこの可変需要曲線というのが右にシフトする形になります。まあこんな感じですかね。で右にシフトすると平行にこんな感じですかね。このような形で右にシフトします。そうするとまあこれがマルですね。 そうしますと、元々の均衡利子率、貨幣重曲線と貨幣供給曲線の交点、ここでした。ここが均衡利子率だったのが、新しい均衡利子率というのが、交点、ここですね。ここですから、新しい均衡利子率、こちらに変わりました。つまり、取引需要が増えた結果。 が利子率が上がりましたよということがわかりますで、この流れを整理したのが LM 曲線こういうふうに考えていただければ結構ですですからもう一度心の流れ確認しますそうすると最初国民所得が増えました国民所得が増えた結果取引需要が増えましたそして取引需要が増えた結果 可閉需要曲線が右にシフトしますで右にシフトした結果利子率が上が上りましたでこのスタートのゴール今一から四までありますがスタートの部分国民所得が増えた結果、まあ、こうなってこうなった結果結局は利子率が上がりましたよということですので国民所得が増えれば利子率が上がるよということがわかりますで。そこだけを まあクローズアップした、まあ、そんなふうに考えていただければと思います、まあ、ですからもともと国民所得と利子率、まあ、この点 E のところで均衡しているとしますでここから国民所得が増えると国民所得が増えるとそうすると結局利子率が上がるわけですよね利子率が 上がりますよということですそうすると新しい均衡点はこちらになりますでこれを結んでいくと結局はこんな感じですかねこんな感じでちゃんと右上がりの曲線 これが導き出せますので結局 LM 曲線は右上がりになるんだな言い換えれば国民所得が増えれば利子率はそれに伴って上がりますよねこうしたことがわかるこれが LM 曲線つまり資産市場のところで導き出せる LM 曲線ということになりますここまでまずよろしいでしょうかですから右上がりになるここまではご理解いただけたと思うんですがここまでしかテキストでは書いてありませんが実はこの後の部分 この辺りでは平行になるる部分というのが実はあるんですねでなぜ平行になるのかこれも補足としてお話をしていきたいんですが感度鋭いから平行になるのはどこかなというと流動性の罠というのを学習しましたねこの流動性の罠の部分においては LM 曲線は水平になります。ななぜそうなるのか まあそうなりますよというところだけ覚えていただいても結構なんですがなぜそうなるのかというのもこの3ステップから説明できますので合わせてて補足説明をしいいいきたいと思いますこの流動性の窓の部分例えばですね貨幣需要曲線のところここで説明ができるんですがここが仮に点線にしましょうかこの辺りだったということにしましょうそうすると ここですから利子率こちらになりますよねまダッシュダッシュとしておきましょうで仮に今度はここがスタートだとしましてステップ1取引需要について国民所得が減少した場合で考えてみましょう国民所得が減少すれば先ほどと話は逆になりますから国民所得が減った結果取引需要が減るはずですで国民所得が減って取引需要が減れば え元の貨幣需要曲線から今度は左にシフトしますよね左にシフトするとこんな感じになりますでこんな感じになったんですがえ均衡点ここで変わってませんねということは利子率も変わりませんですから国民所得が減ったにもかかわらず利子率は動かない 利子率が動かないので水平になるこういうふうに考えていただければと思いますですから流動性の罠の部分では結局こう左にシフトしても右にシフトしても利子率が動かないんですよねで利子率が動かない部分では変わらないのでこのまま平行になるこのように考えていただければ結構ですでここまでが LM 曲線のまず同質のパターンというか同質の理解ということになります でこの後もう少し細かく LM 曲線の形状について見ていきますがこちらは一旦ホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思いますそれではここまで写される方は写してくださいはいそれでは LM 曲線こちらの形状やシフトについてここからは見ていきます まずは括弧一のところですが、四角二の括弧一ですね。貨幣市場の均衡を表す L M 曲線の式ということで、I S 曲線のときと同様にですね。今度は式を変形していって最終的に L M 曲線の式。ホワイトボードではこちらに書かせていただきましたが、この式の導出方法が載っております。丸一の方では貨幣市場の均衡条件ということで、貨幣供給と貨幣需要これが一致しますよという内容が。そして丸二の方では貨幣需要関数というのが載っておりますが。 この2つからこの LM 曲線の式を導き出すことができますがこちらについては数学がお得意の方のみ As 曲線の時と同じような形で変形していけばできますので数学がお得意な方のみこの変形方法というのを理解していただければ十分かと思います。でなぜかといいますとこちらの式本試験では問題文で与えられていることが結構多かったりします。そししててて仮に与えられていなかったとしてもですね この後説明をしていきまます内容3ステップの方法をしっかり理解していけばよく出るこの問題こうした形状やシフトに関する問題というのは理解できますのでこれを丸暗記するという方法も一つの方法ですし変形するというのも一つの方法ですがしっかり理解していただければ問題を解くことができますからそれぞれご自身に合った方法でですね覚えたいという方は覚えていただく。 そして数学がお得意な方はこれを変形して導出するそしてしっかりこう理解していきたいという方は、まあ、この後こちらで説明していきますが意味を先ほどの3ステップを使って理解して解いていくこうしたそれぞれに合った方法で解いていただければ十分かなと思います。でただですね確かにこの式しっかり覚えていただいたり変形して導き出すことができれば早く解くことができるというのは事実ですので。 まずはこちらの式の意味から説明をさせていただきたいと思います。この式 R というのは理子ですね。これイイコール、H、分、H、分の、K y、H 分のマナスとこうした形で導くことができます。でこの形これは一次関数の式になっておりますよね。つまり、H、分の、K、というところは傾きです。そして マイナス H 分の m ロというのがこれが切片ということになりますただし流動性の罠のところを除きますので先ほどこういう形状になりますよという形にご説明しましたが実際にはこう伸ばしていくとちょうど切片のところマイナスになるはずですこれがマイナス H 分の m ロという形なんだなそして傾きの H 分の K というところがまあ傾きですねこのどれぐらい傾いているかをあた表している ということになりますで試験対策上問われるのがこの傾き方が問われるんですねどういう時に急になってどういう時は緩やかですかまあこうしたことを正誤判定で問われる問題がよく出ますですから特に覚えるという方はこの傾きの部分ですね H 分の K というのをしっかり覚えていただくこれが一番重要になりますで H 分の K とは何なのかと言いますと H の方分母の方ですね これは貨幣需要の利子感応度を表していますそして K の方分子の方は貨幣需要の所得感応度を表していますで感応度というのは弾力性という言い方もしますまあ、ですからそれぞれ利子弾力性あるいは所得弾力性というふうに言ったりもしますがつまり上の方貨幣需要の利子感応度というのは利子に対して貨幣需要がどれぐらい反応するか 弾力性バネの,の伸び縮みみたいなものと考えてくださいというお話をしましたので例えば貨幣需要の利子弾力性が大きい利子感濃度が大きいということは利子に対して利子の変化に対して貨幣需要がこう大きく変化するこの場合が利子弾力性が大きい利子感濃度が大きいという所得に関しても同じですね所得に対して貨幣需要がどれぐらい伸び縮みするのかこれを表しているということになります。 でそれぞれこれが大きいときや小さいときに LM 曲線の傾き急ですか緩やかですかまこうしたことがよく問われますでその結論についてはテキストの方では式の下の部分に書いてありますがこれは先ほどお話ししました通り傾きの部分ですねこの傾きの部分をしっかり覚えていればこれをすぐに判別することができますのでまずはこの式から こちらのパターンどういう時に緩やかだか急なのかこれを見ていきましょうまずは H の方可閉需要の利子感動度これが小さい時大きい時を見ていきましょう貨幣需要の利子感濃度がじゃあ小さい時は l m 曲線の傾きどうなのかというとこの式の H の部分ってここですまあこちらにもありますが傾きが重要ですからここの部分です。で分母ですよね傾きの。 分母が小さいときに傾きはどうなるでしょうか分母が小さいということは傾きは大きくなるはずですよね2分の1と3分の1では分母の数字が小さい2分の1の方が大きさとしては大きいですよね3分の1と2分の1では2分の1が大きいですから H が小さい時には傾きというのは急になるということになります 分母の数値が小さければ全体傾きは大きくなるので LM 曲線は急になると、まあ、こんな形になりますよということですね。ですから反対 H が大きい時分母が大きい時は2分の1と3分の1では3分の1の方が小さいわけですから傾きは緩やかになるということになります。こちらの方よろしいで,しょうかで今度は分子の方ですね。 分子は貨幣需要の所得感連度、所得弾力性になります。これも K の部分に注目しますと、今度は分子です。分子は小さいときには、今度は傾きそのまま小さくなりますよね。三分の二と三分の一を比べれば、三分の一の方が小さいわけですから、傾きは緩やかになる。 3分の1よりは3分の2の方が大きいので傾きはは急になるはずだとこのようにこちらの式しっかり覚えていたりあるいは導き出すことができれば早く解くことができるこれは事実ですがただ覚えていなくても解けますよというお話でした。 で先ほどの3ステップをしっかり理解していくことが重要ですよというお話をしましたのでそれをこちらで説明をしていきたいと思います。この内容が四角3のところですかね貨幣需要の利子感濃度と所得感濃度となっておりましてのの方が貨幣需要の利子感度こちらですねそして2の方が貨幣需要の所得感濃度こちらですねになっているかと思います。で結論としては確かに赤く四角で囲っているところ。 これを覚えていただければ結構なんですが意味を理解していきましょうという話を先ほども申し上げましたじゃあどういうふうに理解していけばいいのかというお話をこちらでしていきたいと思いますで貨幣需要の利子感濃度は先ほどのステップ2つまり貨幣需要曲線こちらに影響しますで貨幣需要の所得感濃度についてはステップ1つまり先ほどの取引需要の方に影響しますので ちょっと順番としては逆になりますがやはりステップ1からの方が分かりやすいと思いますのでこちらの貨幣需要の所得感濃度の方から説明をさせていただきたいと思います。で可閉需要の所得感濃度先ほどこの部分で説明しましたが所得に対して貨幣需要というのがどれぐらい変わりますかというお話でした。で所得つまり Y の方横軸の方ですね。こちらは 同じぐらい変化していると思います同じ大きさにしてありますで、その時にここ取引需要になっておりますが取引需要が変われば結局貨幣需要も変わりますよねで、こちらについては国民所得が増えたのに対して取引需要ちょっとしか変化していませんちょっとしか増えていない一方こちらは国民所得が増えたのに対して取引需要大きく増えていますつまりこちらの方が 貨幣需要の所得感動度が大きいといととうことになります所得に対して大きくバネのように貨幣需要が伸びますよねということですからこちらの方が大きいと。でその時に曲線どういうふういふに変化するかこれを先ほどのステップ1からステップ3までの導出方法これに照らし合わせて考えてみますとこちらの場合国民所得が増えたんですがちょっとしか取引需要が増えない。 でちょっとしか取引需要が増えなければ、え今度はステップツー、まあこの辺に書きましたが、えこちらで言うと、まあ右シフトするはずですよね。取引需要が増えた分右シフトするんですが、この右シフトの仕方がこっちだとちょっとしか右シフトしないわけです。そうすると、まあ利子率もちょっとしか増えないわけですよね。一方こちらの場合、こちらの場合は国民所得が増えたときに取引量大きく変化するわけですから、まあ大きく右シフトすることになります。 で大きく右シフトすれば、まあその分だけ利子率も大きく変わりますよということになります。まあ一応これ線で説明しましょうか。例えば、まあここにこのような形で供給曲線、可変供給曲線があったとして、まあ P 分の M ですね。P 分の M があったときに、えちょっとしかシフトしてないパターンですと利子率ここですよね。このあたり。 一方大きくシフトすればこんな形になりますので利子率は大きく上がりますね。このような形でこちらの方が利子率が大きく変化する。利子率が大きく変化するということは国民所得の変化に対して利子率が大きく変化する。ということは傾きが大きくなる、まあ、急になるというふうに言うことができます。 でですすすかららら最初のここちちに戻りますとこちらですね、K、つまり貨幣需要の所得感濃度が小さい時は LM 曲線が緩やかこちらのケースの時には LM 曲線が緩やかこっちら手前の方ですね。で一方 K が大きい貨幣需要の所得感濃度が大きければ LM 曲線は急になる。R が大きく変化する結果傾きが急になりますよね。 こここううしたとととが分かるということになりますどうでしょうかこちらよろしいでしょうかそれではこちらですね今度は貨幣需要の利子感濃度の方を見ていきます今度はステップ2の方に影響をしていきますステップ2つまり貨幣需要曲線に影響していくんですがこちら利子感濃度ですね貨幣需要の利子感濃度ですから利子に対して貨幣需要がどれぐらい変化するのか これが貨幣需要の利子感濃度ですで、この LM6 線ではま利子が最終的なゴールにはなっているんですがま今利子感濃度これが問われておりますので利子については同じぐらいにさせていただいております変化量を同じぐらいにさせていただいておりますで、それに対して貨幣需要がこっちはちょっとだけしか変わっていないのに対してこっちは大きく変わっているということがお分かりいただけるかと思いますまですからこちらの方が貨幣需要の利子感濃度利子弾力性が大きい 大きく伸びてますよ。ということになります。で、これによって。この lm 曲線の傾きえ、これがどれぐらい変わるのか？ということなんですが、例えば取引需要を変化させてみましょう。同じ分だけ変化させてみましょう。そうするとまこっちもちょっとすでに書かせていただきましたが、こちらの時も同じように。 同じぐらいの利子率のところこちらに書かせていただきましたがここからちょうどこっちの線と同じぐらいだけこの分だけシフトさせてみましょうそうするとこれぐらいですかねちょうどこの矢印の分同じぐらいになっているかと思いますがこれで同様にシフトさせますとこんな形になります。 そうすると、まあ、ここまで引いちゃいけないですね。流動性の罠がありますのでここまでにさせていただきますがそうすると利子率新しい利子率ここになってますねちょうどこの辺り。ですからまあこことちょうど同じぐらいになっているかと思うんですがそうするとさっきの場合はこの辺りですね。 アルダッシュダッシュにしましょうかこっちはちょっとしか変わっていませんがこちらはまちょうどたまたまここと同じぐらいになってますがかなり大きく変化していますですから利子感濃度が小さいときの方が利子率が大きく変化していますということは最終的な LM 曲線も急になるはずですですから利子感濃度が小さいときの方が LM 曲線が急になり下平需要の利子感濃度が 大きいとのがにからお分かかりいいただけるかと思いますで、あと補足しまして流動性の罠の時には貨幣自由の利子感濃度が無限大になりますよというのもちょっと赤で書かせていただきましたがつまり貨幣自由の利子感濃度この時は小さくてこちらの時は大きいというお話をしました。でだんだん大きくなっていくとこの傾きがだんだんこう緩やかになっていくわけですね。 大きくなっていて最大限大きくなった時に水平になりますので最大限大きいこれ以上大きくならないということですから無限大ということになるので流動性の罠の時にはこの貨幣需要の利子感のどが無限大になりますよということも合わせて押さえていいただければと思いますここまでが四角2と四角3の内容になります。ですから赤い結論のところだけ覚えていただいてももちろん結構なんですがこのような形でいろいろな方法で式で覚えていただく方法。 そして3ステップで理解する方法そしてまあもちろん結論を丸暗記する方法それぞれありますのでご自身に合った方法で理解していただければと思いますそして次がシフトの方ですね四角4の LM 曲線のシフトこちらも式の方はこの式が載っているかと思いますで LM 曲線のシフトシフトの場合はこの M0 の部分ここが重要になりますつまり切片の部分の分子のところが重要になります でここが変わるとどうなるかということなんですがこの M0 つまり貨幣供給これを増やすとどうなるかということがテキストの方にも載っているかと思います実質貨幣供給量この部分を増やすとどうなるかということなんですが M0 がが増えると切片のマイナス分が大きくなりますそうすると先ほどまあもともと流動性の罠を除くんですが。 こんな形でマイナスになってますよという話でしたがマイナスが大きくなる。ということはマイナスが大きくなるのでこの m0 を増やすことによってマイナスつまり切片の部分が下に動くわけですねそうすると青でいいですかねこんな形で平行に下にシフトすることになるんですが、まあ、下にシフトするといっても実際にはこう流動性の罠がありますし。 右シフトと言った方が分かりやすいのでこんな形で右にシフトするということになります。ですから名簿実質貨幣供給量、ね、を増やすと、まあ、右にシフト下にシフトした結果切片が下に移動すれば結局右にシフトした方がいいと言えますよねということでテキストの方でも右にシフトしますよということが書いてあるかと思います。 結論のところでも書いてありますね貨幣供給量の増加は LM 曲線の右シフトになりますし貨幣供給量の減少は LM 曲線の左シフトになると結論書いてありますただですねこれについては後ほど金融政策とかのところを詳しくやっていきますとこれ何回も出てきますのでそこでしっかり覚えられると思いますので今はこういう形なんだなこうしたことを理解していただければと思いますそれではこれで第3章の内容すべて終わりになりますが 必須テーマ丸抜きチェックについてまた画面を切り替えてやっていきたいと思います写される方は写してくださいはいじゃあそれではホワイトボードを写してくださいはいじゃあそれではですね皆さんお手元こちらテキストを開いてください早速ですね学習テーマこちらホワイトボード見てください第三章ですね今度 資産市場かっこ貨幣市場と債券市場の分析ここ皆さんですね一緒に筑ま講師と学習されたかなと思いますじゃあその内容を踏まえていきましょう必須テーマの丸バチェックです さあ、皆さんが今まで学習してきた内容がしっかり定着できているかといったところですね。こちらについて私山口の方がちょっとバトンタッチしまして担当させていただきたいと思います。はい、じゃあそれでは皆さんお手元まず見てください。で、必ずできなかった部分はね、あの急がば戻れという形で戻っていただきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。まず問いの1から問いの8までこちらいかがでしょうかね。 間違った問題必ず戻ってしっかりと復習を進めていただきたいとそしていきましょうその中でちょっとピックアップしていきたいのが問いの1と問いいののとですねでその他の問題はテキストの該当ページをしっかりと見ていただければ理解しやすい問題かなと思いますんでまず問いの1もし分からなかったらどうするか、ね、グラフを書くといったところが経済で合格点以上を取っていく際の大きなポイントになるかなと思います。 はいじゃあいきましょう続いてこちら問いの1ですねまず問いの1まず問いの1見ていきますと流動性先行理論ではあっります流動性先行理論とか先行説とかまあいろいろと呼び方ありますんでなんか流動性がまあ実際に先行されるそんなような理論が出たらまあケインズだなというあたりをつけていただいてさあいきましょう利子率の下によって低下によってですね利子率の低下によって貨幣需要が減少すると さあどううでしょうそして貨幣需要ときたらまず貨幣の需要曲線ですね L だからこの横軸は L になりますよこれを書かなきゃいけない。で貨幣の需要曲線を考えた時に縦軸は利子率ですね貨幣の価値を表す利子率になりますよと。という形になってきますとなんかグラフを思い出しそうですね。皆さん前の方見ていただきますと同じようなグラフが出てくるかなと思います。 ね、IS 曲線の次の LM 曲線の導出といったところの78ページ見ていただきますと。 貨幣の需要曲線なんててところが出てきますの需要曲線だからこれをしっかりとですねまず思い出していただくっていうことがとても大切になります貨幣の需要曲線それともう一つがですねもっと前の方にもありましたねこちらさ68ページの中にも貨幣需要のねあの曲線があります縦軸利子率横軸が L 貨幣需要といったところで貨幣需要というのが合わせて皆さんが L1L2 のプラス何のプラスかっていうとまず一つ目が 貨幣の取引需要ですね取引需要っていったところともう一つが資産需要を足した L1 プラス L2 っいったところが68ページのテキストにありますのでそこも合わせて押さえてください。それがこの右下がりで流動性の罠ですねここの部分よろしいでしょうか水,水平な部分ね水平な部分は流動性の罠になります。でそしてじゃあ利子率との関係を見ていきますと利子率が下がるとどうですか利子率が下が下ると1 そうすると貨幣の需要は増えるとそうですね利子率が下がると貨幣の需要は2で。 増えていくとっ,ったところはもう選択肢を見てすぐにね選択肢というかこの問いを見てすぐにですね分かるようにしていただきたいその際にグラフを思い出したならばまとめて流動性の罠貨幣需要ねで L というのが L1+L2 その合計で線があのできていますよといったところで縦軸が R これ合わせて押さえていただきたいと思います。はいじゃあそれでは問いに問い3はよろしいかなと思いまして今度問いの7見ていきましょう。 問いの七ね貨幣乗数は一より大きい。さあ、どうでしょうね。だその時に貨幣乗数一より大きい、ね。考えていて分からなかったら式を書く。じゃ、あ式をちゃんと書いてください。この式どこにありました。とちょうど問いの七ね。問いの七の式はこちら七十五ページにありますので。七十五ページちょっと戻ってみてください。で、戻って見ていきますと、はい貨幣乗数の公式というのがあります。現金預金比率ありますね。 で現金預金比率で支払い準備率とあとは一と書いてありますね支払い準備率一というふうに書いてありますのでここしっかりと皆さん考えていただきたいとするとこの二つさ現金預金率こいつとこいつは同じですよね同じ現金預金率現金預金率が分子と分母にありますねこいつは同じになります同じになるので三だったら三。 上も3だったら下も3で上が10だったら下も10となるのでこれはまあどちらが増えても同じこと言ってますよねって言ったらどこを見るかっつったらこの縦のところが勝負どころここを見ますよね。ここの部分を見ていくことが大事ですよというふうになると分子が1じゃないですか分子が1。で分子が1で分母が率ですからまあ何パーってなりますね。以上に、まあ ちょっととなななりにくいいんんじゃないかなと皆さん見当つきますよねそうすると分子が1で分母が例えば0.5とか0.1とかだったら必ずこれは1よりもね分子がちっちゃいね数字で割り算するわけですからこの「率っていうのはね「率って書いてありますん、ねまあ、例えば0.1とかねまあ0.3でもいいですよ。そうすると結局割り算するのでこちらの貨幣乗数というのは1よりも1よりも1よりも,よりも大きいと。 ここ書き方よくないです、ね、1よりも大きくなりますよと1よりも大きくなりますと1よりも大きくなりますよっていうのが可閉数になります、はいまあ、ここね解説のところを見ていただいても OK だと思いますんで、まあ、皆さんしっかりと「1よりも大きくなる」「じゃあ何でですか?」って言ったところを解説の方ちょっと見てください。そうすると回答解説演で こちら、ね、通常0より大きくてシェアライデングは0より小さいから0、ね、より小さいというか零点 0. いくつなんですよ 0. いくつで1を割ればこれ必ず1よりでっかくなるでしょう。なぜならこっちは同じだから同じ数字がそれぞれ入ってくるという形になっています。 はいじゃあここまででよろしいでしいょうかねまずここまで押さえたら、まあ、今回ねちょっと過去問で、まあ、令和元年度のちょっと見ていただきたいんですがここでもう一つ70、はい、ごめんなさいね、えっと、380だ380ページ皆さん見てください380はい、えっと、こちらに関連する内容として P380 のえっと問題としては令和元年度ここをね同時に押さえていただくと非常に勉強になるかなと。 もちろん他の,過去他の学問も大事ですよ他の問も大事なのでこれはもう講義の中でねまう、あ、生して押さえた内容があればそれはそれでいいかなとただ今回もう一つ補足するならば補足するならば令和元年度令和元年度のこちらね第6問ですねこちら見てくださいでまあこちらの380ページにも問題ありますので380ページ見てちょっと解いてみてくださいねこれも新しい傾向というかね直近の問題ないちょいと解いていくちょっと解いていただきたいとどうですかこれ。 皆さんもしあのちょっと時間欲しかったら止めていただいて結構ですよ。はいじゃあもう一応解いたという前提でいきましょう。まあ、大体これ3分ぐらいで解いていただくといいかなと思うんですがこれ見ていただきますとまず何ページを見ればいいかとこれねしっかりともちろん解説見ていただいてもいいんですけどどこのページにあったかって必ず思い出してください。するとまず一つ目、A A 何かっていうとこれまだちょっと勉強してないかなといったところになるんですが中央銀行がさ買いオペを実施するとマネタリーベースが増加するなんてありますさあこちらどこにあるか A の選択肢 A の選択肢のページはこちら96にありますよねさあこちらちょっとテキストを見ていきましょうテキストを見ていきましょう96ページいきましょう今回はこちらですね96さあ で96のところはちょっと先の部分なんですけどちょっと触れていきましょうねあのー、そんなに難しくない内容なんでじゃあここ96見ていただきますとはい買い買オオペレオペレレーーシショョンン売りりあますさあ今回の問題の中は「買いオペ」はい略されて出てきますね買いオペレーションのことを「買いオペ」と言いますね買いオペすると何かっていうとマネタリベースは増加するしないどっちですかという話になります。じゃあ今回の96ページ皆さんお手元一緒に見ると 買いオペレーションとは金融市場の緩和のため緩和っていうことはお金が減るのか増えるのかっていうとこれ増えるって感じですね緩和っていうことは増える引き締めっていうのはお金が減るそうじゃないですか皆さんね引き締められるって何かこう増えるイメージはないでしょだからこちら金融市場の緩和ね緩和っていうことは何かっていうと増えるよと。 お金増えるよと中央銀行が市中金融機関の保有する債券を買い入れる債券を買うってことは債券を買って何で買うのかっていうとお金で買うわけですよだからお金は市場に出てくるわけね市場市中金融機関に出てくるだからこれが買いいオペですですす中央銀行の所有する現金が市中に出ていく通常買いオペといいますか現金が出ていくっていうことは現金出ていくっていうことはマネタリーベースは増加しますよねするだからこの A の選択肢は丸になります まるね。でマネタリーベースはどっから式が来るのかと言いますとありますね。マネタリーベースって言ったところはこちら。はい72ページ見てください。ちょっと行ったり来たりですいません。72ページのところで、はいハイパードマネーっていうのはマネタリーベース、マネタリーベースはベースマネーとも。 言われって書いてありますさあだからマネタリーベースあ、これマネタリーベースだなとじゃあこれ何なんですかって言うとなんか日銀の銀行券発行だかとかあ、日銀が出すお金みたいな感じだなというふうに捉えていただければこちらの内容は理解できるかなと思いますはいまあ、そんなところですねそうすると日銀がお金を出してくるわけ日銀がお金を出してくるからこのハイパードマネーは72ページの式を見ていただくとこれ増えるよねという話になります はいいここよろしいでしでょうかねマネタリーベーベスが増加するハイパードメースマネーマネタリーベースベースマネーと言われるのでこちらは丸と96ページと合わせて復習をしてくださいまたね96ページ今からやっていきますがその時に「ああカイオペ」って確か山口がやったなぐらいの感じで思い出して千曲講師の講義を聞いていただければと思いますはいじゃあ行きましょう続いての内容が BB B どうですかこちらこれは70と71テキスト見てくださいまあこれねほとんど出てるんです あの皆さんに今速習テキストを勉強していただいてほとんどですねまあ過去問っていうかねこの試験の問題っていうのは出てますからだもこれだけやっていただければ全然構いませんねしっかりと取れますんででこれが P 七十えっとこれ間違っちゃいけないですね P 七十えっと七十ページと七十一ですねはい七十ページと七十一これ両方のページになりますじゃあ先に C も書いておきましょうかね C は七十五 P75 だから復習の時に必ず何ページにあるかっていうのを思い出してください。まあ、今回はねあの直近の問題なんで、まあ、特別にって感じでこちらね皆さんと一緒に進めていくわけなんですが76かな。はい でちょうどこちらと関連してくるところもあるので押さえていきましょう続いて B はい B の内容はマネーストック M1 これもよろしいですね上等制預金は入りません上等制預金が入ってくるのは何かっていうとコマゴマ考えなくてもこれは M1 じゃなくてで何が入ってきますこれ M2 に入ってきますよね M2 に入ってきますので7071を見てください両方ともはい そううするとも譲渡性預金ってどこにありますかとこの CD これは M2 にありますよねと M3 にもあるけど M1 にはないですよねといったところで M1 じゃないといったところをしっかりと考えていただいてこの選択肢はバツだというふうにして省いいいてくださいね消去してこれは選ばないねそしていきましょう C これ何かとはいこれ75ページ見てくださいテキスト書いてありますね。ページのとところで見ていいきますとはい マネーストックをマネタリーベースに除した値はこれ信用上数書いてありますねでこれ75ページの大きい2番の「括弧の貨幣上数」「貨幣上数は」とありますはい貨幣上数は読んでいきましょう信用上数や「想像上数」とも呼ばれっていうふうに書いてありますんでまあ呼び方がいろいろあるよというところをインプットしていただければ令和元年度のこちらの C の選択肢の内容はわかるかなと思います。 でそして式見てください貨幣乗数まあスモール M= マネーサプライ割るハイパードマネーってなってますはいマネーサプライ割るハイパードマネーじゃあマネーサプライのことを別名なんていうのかってこれマネーストックでありますとねまあどっちでも使えるようにしてくださいだからこちらはもう選択肢すぐにわかりますよねこれは丸と信用乗数と呼ばれる丸ですよということが75ページのところで見えてくるかなとここでね はい、じゃ、続いていきましょう。今度は準備預金が増えると信用上数は大きくなるという。これ七十六ページのところなんですが。こちらね、分解した式七十六ページ見てください。で、見ていただきますと、準備預金ってどこにあります。さあ、これをクローズアップするんです。青でいきましょう。準備、金ってこれですよ。ね。これをクローズアップして、準備預金っていうのは準備預金を。現金で。 ちょっと一本多いな。現金で割ったものこれが支払い準備率と。これ割ったものでありますよね。だからこれ割ったものになりますよと。で支払い準備率が準備預金が大きいということは支払い準備率が大きくなりますよ。よろしいですか。じゃあ皆さんよろしいですね。支払い準備率が大きくなるとどうですか。 これはもう皆さん今テキスト書いてある通りなんでこれはもう必ず思い出していただきたいとここ大事ですだから今回はちょっと応用っぽい内容が実はこの式ですね。支払い準備率をちゃんと求められるかといったところ、ね、準備預金を現金であごめんなさい準備預金を預金で割った、ね、あこれ現金じゃ預金で預すねごめんなさいね。 預金で割ってますとこの式をちゃんと式の展開までしっかりと覚えてっていうかね理解しているならばここの問題ははしっかり解くことができます、はいだからこういったねどの式がどういうふうに展開されているのかといったところもしっかりと覚えておいてください。ここ重要ですからね はいいじゃあよろしいですかねここしっかりやっておけば準備預金 R を預金の D で割ったものっていうのが支払い準備率だっていうのが分かればこれはもう OK じゃないですか。ね、そうううすするるるとと支払いい準備率が大きくなるとどうなどののかっていうのが勉強した通りですよねそこをしっかり押さえていただきますとじゃあこの令和元年度の第6っていうのは A と C が正しいから A が正しいですよねとね第6問はしっかりと分かるかなと思います。 はいまあ、こんなところをですね。あのベースにしながら、まずは丸がチェックを確認して、その後に過去問をしっかりとね。勉強していただければ、もうこの内容につきましては、変な問題は取れなくても確実に60点以上は取れるようになるかなと思います。はい、じゃ、あそれではですね。続いての内容、今度は少し応用になりますね。こちらはい、またね。あのちくわ腰にバトンタッチしていきますんで、今度は第4章 is。 在市場、あとは L M 今勉強した L M ですね。これもし分かんなくなっちゃったら必ず第ね三章とかに戻っていただきたい、今三章ですね。で第二章に戻っていただきたい。だから第四章は総まとめ的な内容になりますね。こちらしっかりとねあの勉強していただいて復習で分かんなくなったら前の章に戻るという形で進めていただければと思います。はいじゃあそれではですねこちらホワイトボードを切り替えていきますので移してください。よろしくお願いします。